はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー1 2022年版続きやっていきたいと思います。今回最終回になるかな。カンダタ率いるカンダタ団に、ミルドラステ強いの入れといて、このね、開かずの扉の奥にエスタークいましたけど、倒すとグリーンガムの鞭落としましたよね。なんだけど、盗めると思うんですけど、あれ。いた。ね。セーブしてなかったんで。おやつから盗み挑戦しようかなと思います、ね。ガルマツを3体も並べたいですけどね。ただ強いんで、さすがに、盗っ人斬り3はまずいだろうみたいなのはちょっとあるんですよ。まあちょっとちっちゃくて可愛いですけど、盗っ人斬り。スクルトとかなかったっけ？ないのか。マジックバリアぐらいしかない。呪文使ってこないよな。守りの斬り使っとこうか。9000ぐらい HP だと思うんですけどね。果たして盗むことはできるでしょうか。ミルドラス痛いれば、勝つことは可能なんで、盗んで倒したら2本手に入るってことだもんね。本当に眠いんだね、この人ね。お、目を覚ましました。これって盗めるのかな、その前に。ちょっと挑戦してみたいだけで、なんで。守り切れました。やっぱ食らいますね。もうちょい強くしてからのがいいかな。えらいですね。取れるんだったら、取れるときはすぐ取れると思うんですけどね。うわ、倒しちゃいそう。素早さ的にそんな高くないね。だから先手は取れるからいいっすよね。そこ、そういう部分ではね。まあ1回で落とされることないことは分かりました。いけなくはないね。ここでベフォーマー使えばいいから。さて、ここでベフォーマーで回復しながらね、やらないと、落とされちゃいますんでね。感謝、ヌストビリ。たまに自分で回復してもいいかも。
あ、やっちまった攻撃してしまった。倒してしまったらちょっと検証なんだけど、落とされましたね。まあそれはしょうがない。なんかまずそもそも盗めるのかどうか分かんなくなってきましたね。
もそもこいつ盗めんのかな。こんだけやって盗めないっていうのはなかったからね、今までね。MP もなくなってきたし。まあ、やられるか倒すかで。倒したらね、確実に落とすんですよね。それで一応、まあ今手に入るアイテムはコンプリートなんで、まあ普通に出すか番外編として出すか、取れるんだったらね、普通のパートになりますけどね。っていう話なの。さあ、どうなる？もう燃料尽きちゃったね。これは落とさなそうだな。じゃあ、飛び出させちゃいますか。一応、こいつから、最後ね、グリーンガムの虫取って、まあ、コンプリートなんですよね。実質は。今、手に入らないもの以外は、雨の幅切りとかね、ゲーボルグとかいろいろあるんですけど、そんなのはもう入んないんで、手に入らないんで、それはしょうがない。しかしタフだね。やっぱ9000ありますよね、HP ね。倒しましたね。倒したら確率相当しますんで。ね、このグリーンガムの鞭が盗めるんであれば、ここで落として2本入るのかなとか思ったけど、まあ実質今から始めたとしてアイテムはコンプリート。これでコンプリートです。はい。ということで、まあ今回ここで終わりたいと思います。はい。じゃあ長らくお疲れ様でした。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。